梅ちゃん。はい。教えて梅ちゃん。第10回目になりました、はい、もう。はい。ボリューム10になってきました。おぉ、意外と長寿番組になってきた感じです。はい、なんですけど、今回は、練習法なんですけど、はい、なんか、第9回では、なんか手応えを求めたりとか、その手応えを求めてる時点で、ちょっと練習法がもしかしたらずれてるかもしれないみたいな話をしたんですけど、梅ちゃん自身はどういう練習をこれまでしてきたのか。私は、その、FT2 っていう、なんだろう、はい、ソフトみたいなのがありますよね、練習ソフト。あれを買って、あれでずっと過去のチャートを再生して、線引いてって、過去トレをずっとしてました、うん。それはどういう意図、どういう目的を持ってたんですか？どういう意図、どういう目的。まず、だって練習大事じゃないですか。その何をそこから得ようと思ってやったんですか？とりあえずは、その、なんだろう、波の動きを、まず自分が感じたかった。なるほどね。はい。なんかその、なんだろうな。そうです。練習って、ただ無目的でやっても、あんま意味がないと思って。何をそれで身につけるかっていうと結構大事だと思うんですよ、はいはい、例えばフォレックステスター使うにしても、損切りを徹底的に体に思い込ませるとか、エントリータイミングをどっちかというとエントリータイミングですね。エントリータイミング、はい、なるほどね、はいはい、で結局は今自分がエントリーして上がるか下がるかって、まあざっくり言って2分の1、2分の1じゃないですか、確率的に言ったら、だけれどもじゃあその 50% をちょっとでも、じゃ自分が例えば売りで入るんだったら、その 50% が 60%、70% とかに近づいていく場所を探すために練習してました、はい、なるほどね。だからその流れを反復をすることによって、はい、その知識ではなく体に思い込ませるためにやったってことですね。そうですそうです、はい、だから僕もその練習が一番大事だと思っていて、はい、結局なんていうんですかね、チャートを眺めていても、手法をなんかインディケーター出して学んでも全く意味ないと思ってるんですよ、それよりも特定の流れの中で、その後にこう反応するっていう確率が高い部分を何回も繰り返し繰り返し、そこだけを同じ型でいいから、なんか1000回、数千回、1万回とか繰り返した方が多分ね、1億倍上手くなると思う。そうですね、だから自分の得意なパターンが1個でもできたら、もうそこ、変な話、それだけでいいと思うんですよね。そうですね。1個でいいですね。だから1個しか最初やらない方がいいと思って、それをひたすら、もう、なんか、飽きるまでっていうか、もう飽きするまで反復するんだけど、でも、毎回新鮮な気持ちでみたいな。そうですね。はい、多分ね、本当に、もう無理ってとこまで反復したら、もう絶対上手くなってるはずなんですよ。はい、はい、はい、うん。なんか最初は、すごい練習してた頃は、目閉じると、チャートの棒がタタタタタタタってこうあスピード速いですからね、これですからね、まぶたの裏に出てました、はい、はいはいはい、だそれだけやったってことですね、まあ、それだけやったかもしれない、その反復の多分蓄積によって、感覚的にあこの辺かなっていうタイミング、絶対分かるようになってるはずなんですよ、はい、てかむしろそれやんないと多分その感覚的につかないと思うんで、いくら知識増やしても本読んでもそこで絶対身につかないじゃないですか。確かに、はい、で今でもやりますたまに、土日はやっぱ相場が動いてないんで、だから土日にちょっとやったりとか、初心に戻るじゃないですけど、すごい大事だと思う。なんか結局、特定のレベル、多分僕は思うんですけど、いろんな人を見て中級以上行ってる人と中級以下で終わる人の違いっていうのを最近考えたんですよ、何かって言ったら分かりましたもん。何でしょう。基礎を最高レベルまで突き詰めてるからですよ。あ、基礎的なことを最高レベルまで突き詰めて反復してるかの違いだけだった。それは分かったんですよ、最近。あ、なるほど、うん、なんか確かに私はあんまりインジケーターとかもそんなたくさん使ったりとかはなくて、梅ちゃんのトレードって超シンプルでしょ。なんか超シンプルです。前見たことありますけどなんかもう本当に教科書レベル1みたいなことしかやってないじゃないですか。そうそう、 でもそれでやってずっと繰り返してやってるので、だからその基礎基本を、本当どこまででも突き詰められるし、高められるものだと思うんで、その質
かなと思ってるんですよ、はい、うん、そうですね、そうかもしれないですね、うん、多分そのレベル、基礎レベルが高い人ほど自己信頼が高いっていう、うん、僕が見てきた傾向があるんですよ、うんうんうん、それやっぱ基礎稽古を繰り返してる人って絶対セルフイメージ上がるんですよね。確かに、うんうん、やっぱそれだけ自分が練習したっていうのも、ね、自分の中に入ってるからね。そうそう、入ってるんで、うんうんうん、はい、そういう意味で梅ちゃんの秘密っていうのはそのあたりかなと。ああ、そうかもしれない。反復練習反復と、反復練習、あとはあの基礎基本を徹底的にやったっていう。そうかもしれない、はい、あんまり難しいことはやってない。やってないですもんね。本当僕も前教えてもらった時に、あ、これだけって思ったことがあったんで。そう、なんかだっていっぱい線が出ると見づらくなっちゃうから、うん、はい、あのちょっとこのね動画を見てる方にもお伝えしておきたいんですけど、梅ちゃんがやってることは本屋で売ってる FX 初心者向けの本に全て載ってるようなことしかやってないので。そうです、そうです、はい、はい、何一つ難しいことやってないので大丈夫です、はい、はい、大丈夫です。反復しましょう、とりあえず反復です。1個でもいいんでパターンを、はい、自分の得意なパターンを作る、うん、はい、うん、ってことですね、うん、と思います、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。